やめろ、助けてくれ。この後に及んで、あたいの仕事か。分かってるのか、この野郎。大学2年生。あれが欲しいんだろ。遅いぞ、バカ野郎。いいから来いっつってんだ、この野郎。この男、この世のものじゃないなって。こうして俺は、アウトレイの一員となったのだった。これね、レイが住み着いてる場所なんですね。きっとここって。アメゴはどうして生きてるんです。ごちゃごちゃうるせえ、バカ野郎。いい話だった。だがそれだけだ。またずいぶん使いなさそうな野郎だな、おい。でもなかなかいいオーラしてますよ。それにちゃんと見える人間だ。あれは僕が初めて幽霊になった時のことが。初めてって、普通幽霊になるの一回だけなんですけど。お勤め、ご苦労様でした。姉子、タバコ逆さですよ。小野田さんのそれ、待ってもらえませんか。何言ってんだ。待ってください。黙れ。お願いします。人間は何のために生きていると思う。姉子、島村、誰かが死んだ時どうして泣くか知ってるか。その日も土砂降りだった。ちょうど昨夜のよう。正しい選択なんてのはな、ないんだよ。その時その時の痛みや責任を背負って選んでいくしかないんだ、自分自身で。我々は正義を持って貴様を成仏させよう。